はい、こんにちは。キャットグルーマー協会です。今日は、ライくんなんですけれども、病気でね、このようなね、ちょっとね、お見せしがたいね、見苦しいようなね姿になってますけれども、最後までね、健やかにね、できる限り健やかにね生活してほしいと思ってます。痩せてね、ちょっとね病気があって痩せてね、こんなような状態なんですけれども、しっかりね綺麗にしていってあげたいと思います。まずこの子にはね持病があってね、お尻なんですけれども、自力でねうんちがね出ません。肛門の手前に溜まったうんちをね定期的にね出してあげないといけないんですね。いろいろなね子がいます。人間と一緒ですよね。医療ケアを必要とするね猫ちゃんもいるんですよっていうことをね知っておいていただけたらなと思います。頑張ろうね。よいしょ。よいしょ。頑張ってね。よいしょ。はい、1個出ましたね。頑張ろう。はい。はい。はい。よいしょ。はい。はい、出ました。ね、出たらね、もうお尻サバンナって言われますよ。この辺にね、溜まってた、肛門近くに溜まってたうんちさん出ましたのでね、ポイしていきましょう。じゃあね、お顔ね、しょっちゅうしょっちゅうね、拭くわけなんですけれども、もうね、ちょっとね、お顔拭きすぎてね、ただれちゃってきているので、しっかり剃っちゃいましょう。プードル剃るみたいな、そんな感じですね。お水をね、赤ちゃんの時からなんですけど、顔をゆすぐのかっていうね、勢いでね、この人ね、ここ全部ボトボトに濡らす子なんですね。で、今も変わらずね、お水ね、ついちゃうんでね、こういう子はね、しっかりね、バリカンでね、カットしていってあげますよ。赤ちゃんね、もうね、これからね、痩せてるし、寒い季節になってくるのでね、残せるだけは残したいと思いますよ。もうボトボトになるようなところはね、拭いてあげれるようにしましょう。そうやってね、ずっとほっといて毛玉になってるわけじゃないので、このようにスーッとね、抜けますね。でね、体力もないのでね、なかなかね、汚れてもお風呂に入れないのでね、カットでね拭けるようにねしておいてあげたいと思います。はい。ライ君との出会いはね、大人になってからなんですよ。この子のね、前のお母さんなんですけれど、看護師さんでね、そして、1日以上勤務でね、お家を開けるわけなんですけれど、猫だからね、そう、大丈夫だと思うじゃないですか。綺麗なお水とご飯を置いてやっといて、あとは、ね、好きなようにね、お家で過ごせるようにね、きちんとしてあげといたらね、普通大丈夫と思うじゃないですか。なのでね、お仕事にね、この子を残してね、行っちゃってたの。そしたらね、帰ってきたら、お尻にね、うんちはめてね、
大変なことになってたそうなんですね。ちょっと長い時間ね、お尻肛門を塞いでたんですけど、そこでね、筋肉がね、ちょっと悪くなっちゃって、で肛門の周りもね、ちょっと傷になって、いわゆる鎖肛ですね。肛門がね、役に立たなくなった状態になって、毎日ね、うんちを出してあげたり、ちょっと緩くなるようなお薬を飲ましてあげたり、食事療法をしたりってしながらね、飼われていたんですよ。大変なね、お仕事されてるので、じゃあね、うちでよければね、来ますかって言ってね、かわいいでしょ。したんですけどね、病気がね、どうもそれだけじゃなかったようでね、やっぱりね、ちょっと弱々ちゃんでね、なので他にもいろいろあるね、病気もあってね、この人が過ごしやすいようにね、できるようにね、ちょっと宇宙人みたいなんですけど、過ごしやすいね、カットをね、してあげるんですよ。これはこれでね、可愛いんですよね。昔ね、一人だけね、タックンっていう子がうちにいたんですけど、タックンもね、よくこうなってました。できるだけね、体力を消耗するね、シャンプーはね、やめてあげたくてね。だけどね、こんなね、ボトボトにしたり、うんこいっぱいね、つけたりって、そっちのがかわいそうでしょ。この人も気持ちいいようにね、気持ち悪くないようにね、そしてね、かわいいようにね。はい。はい。あるところはね、なるだけね、不自由ないところは残してあげたいのでね。ゴミがいっぱいつきますね。そのためにやってるやつ。しっかりね、お顔もね、今拭いてあげましょう。洗ってあげたいね。疑問に思ってることあったらちょっと聞いて。1時まで。この感じ。気持ちいいんでしょうね。おとなしいね。ひげ剃りみたいな感じかな、お父さん。こんなね、病気してる子でも油出てますね。ポロポロね。はい、皮脂ですよ。この目の下のこの黒いのはどうしてます？それは色素。もうね、沈着しちゃったんね。色素沈着ですね。でゴールデンやシルバーって黒のね、遺伝子からできているのでね、肌はね、こう真っピンクじゃないんですね。ちょっと基本こういう色なんですけどね、そこにね、汚れやね、カレーですね。でね、ちょっとね、色素がね、ついてますよね。なんか喉元、ただれてんの？あれ？これ油です。うんうん、ほら、油？油。この人は、今までは必ず10日に1回はしてましたね。ちょっとここ最近痩せ気味でちょっと辛いので、今ねちょっとやってませんけどね。そんなにすごい汚れてるとかじゃないんで、
すげえね、この子。うん、何がすごいスタートくるね。うん、すごいよ。お顔がやっぱり近いから、やっぱりこうやってやってると動いてるからね、この子。なんだろうって見るよね。なので、そうすると締め切っちゃったり、インチがまた出てきたね。頭と顎でしっかりこう持って上向き、で、猫がこう行こうとしてるなって手で感じたら、すぐに頑張れー。よいしょ、出た出たかな。ずっとやって猫もこのままこうやって人間でこの状態だから、ヒゲ持っちゃう。あ、すっきりしたね。かわいいね。なんかかわいい。すっきりした。だんだんもう飽きてきちゃったね。で、こういうふうに飽きてきちゃったら、かわいい。医療的ケアがね、必要な猫ちゃんです。そして、終末期に入ってね、もうね、難しいかなって思うところもあるんですけど、最後までね、綺麗でね、可愛くね、そして過ごしやすくね、苦しくなく、痛くなく過ごしてほしいですよね。で、私ね、この子にこうやってね、カットを施したわけです。お風呂にも入れなくてね、するのでね。可愛いと思いませんか？どうですか？ダメですか？でも本人多分快適なんですよ。お水ここボトボトつけてもね、拭いてもらえるしね、お尻にね、うんこつきまとうこともないしね、入ったのもありですなし。本日もご視聴ありがとうございました。新しい方法だから、これはいい。ありがとうございました。バイバーイ。猫ちゃんのトレーニングはバイバーイ。定外の グッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。